今回ご紹介するのはシチズンのレコードマスターです。シチズン初のクロノグラフとして1967年10月に誕生したコレクション。当時では珍しい垂直クラッチ、正確な動作で精度が高いを採用したフライバック機能を搭載した本格クロノグラフ。製造期間がわずか5年と短いため、希少なモデルとして人気を博しています。文字盤はブラックカラー、夜光付きのバーインデックスとペンシルハンドの組み合わせ。外周に多機メーター3G12D8が配された精悍な風防デザインです。 SS ケースはラウンド型、裏蓋は気密性、防水性に優れたスクリューバッグです。バンドはシチズンのジュビリーブレスレットを装着しています。完成度の高いスタイリッシュなクロノグラフ、国産アンティークの魅力が詰まった一品です。シチズン、英語で市民を意味するシチズン、市民に広く愛されるようにという願いを込め名付けられました。1930年にシチズン時計株式会社が創立されてから現代に至るまで、古来のものづくり精神を発揮した揺るぎなき日本品質を大事にしながら歴史に名を刻み続ける信頼のある国内メーカーの一つとして愛され続けています。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ブレス、クラスプにメーカーマークが確認できます。使用感はありますが、すぐに装着可能です。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと時刻調整ができます。秒針はありません。デイトは針を回して調整します。クロノの操作は右上のプッシャーがスタートストップ、下がリセット再スタートです。付属品、交換用風防です。日差は24時間の実測で60秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 36mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ約 11.5mm、 腕回り最大 19cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。